いろいろあったけどさ、あたしは今、こうして生きている。そして、あんたに会えたんだ。本当に分かり合えそうな人に。ぼ、僕も。通過する列車が僕の言葉を書き消していく。書き消された言葉の後に、僕の心に過去の。 不安なイメージが蘇る。ルリアは僕と分かり合えそうだと言った。けれど僕はすぐに答えを出せそうになかった。そして不安を後押しするように貨物列車の音が僕の不安をかき立てる。 胸の中に不安が広がる。僕は君にひどいことをするかもしれない。ひどいこと僕があの声を気にするのは中学時代のことが原因となってるだけじゃない。むしろあの後に見た夢が、人殺しの夢が僕には気になっていたんだ。僕はルリアにその夢のことを話さなかった。 僕が見た、人殺しの夢。ルリアはさ、人を殺した夢、見たことある。人を殺した夢僕はあるんだ。